んばんは。寝る直前だったのにとんでもない連絡が来て目が覚めてしまいました。元男の子のアフカロンです。私大会に出ることになりました。しかも明日ポケモンカードの大会に呼ばれちゃったんですよ。その大会がですね、プロプレイヤーで世界でも活躍してカードゲーマーだったらもう誰もが知るトモハッピーさん、ネオポケモン博士と言われてるトリッピーさん、そしてこの青木カノン、その3人でポケモンカードの総当たり戦をするということなんですけども、なんでプロの人たちの中にポケモンカード歴2ヶ月のこの私が入ってるの。松本さん、ネタワークじゃないですかこれ。ポケモンカードって何が起こるか分かんないので、強いと言われてる人に初心者の人が勝っちゃう場合もありますからね。そっか。ってことはですよ、お二人はプロとしてやられてるわけじゃないですか、カードゲームを。2ヶ月の私が勝っちゃったら、すごい面白い展開になりません？やっちゃいます？やっちゃいましょうか。まあ、一回特訓しましょう。わかりました。ということで、青木カノンは、トモハッピーさんとトリッピーさんをボコボコにするために今から特訓します。シュキューン。そしたら私のターンですね。このままバトル入ります。すぐやられちゃうな。ライチュウで攻撃します。240点ダメージです。結構回ってると思うんですけど、なんでですかね。もうちょっと頑張りましょう。攻撃して、220点で倒します。これじゃ無理のような気がするんですけど。機嫌を悪くならないでください。なんてないです。クロバットとかを入れたらいいかなと思うんですよね。クロバットか、可愛くないから。あんま入れたくないんですけど。ダイナミックスパーク、消したいが2枚取って私の勝ちです。あれなんか弱くないですか、さっきの強さどうしたんですか。じゃあもう一回ラスト、もう一回ライチューちゃんのダイナミックスパークお見舞いしてあげましょう。めっちゃ強くなってません？え、これやばい、これめちゃくちゃ強い。これ入れてない人ちょっともう頭悪いんじゃないのかなって思っちゃいますよ。あ、さっきまで入れてなかった人が、知らないなそんな人。現地には46分に到着なんで、ちょっと急ぎ目で行くって感じですね。あー緊張する。盗撮やめてください。じゃあ行ってきます。東京、緊張の表情つけました。決戦の地秋葉原ですよ。まさか自分がカードゲームの大会に出ると思ってなかった。こんな人生を想像してなかったです。緊張度が高まりましたか。高いですし、大会ってどんな感じでやられるのか分かんないんでちょっと不安です。私の友達がヨドバシカメラで店員さんやってるんですよ。あ、そうなんですね。たまに会いに行くんですよ。いるかなみたいな。本当にいないんですよね。あと2階の店員さんも友達なんですよ。私の高校時代のクラスメートの、はい、野々山覚えてる？髪の毛一本一本セットしてるんで前髪に2時間かかるんですよ、セット。ちょっとかかりすぎじゃないですか。今日ちょっと早かったですね。1時間ぐらいで終わりました、前髪。この辺は多分10分ぐらい終わるのに、ここだけ1時間くらい。バランスおかしくないですか？ここに命かけてます。一日のモチベはここなんですよ。え、そこで決まるんです。ここで決まります。それ困りました。バッキバッキバッキ腹筋ゴリゴリ。それ何の歌ですか？知らないですよ。聞かないです。優勝のカードとかって何百万とか引きますよね、ポケモンカード。そうですね。ここでもし私が優勝できたら景品をゲットして速攻秋葉原で売る。税金の支払いにます。まさかの入り口。よろしくお願いします。カレルヤさんの社長さんです。高いの来て活動してます。よろしくお願いします。お願いします。買い物よく行かさせていただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごい。もう一人のゲスト、トリッピーさんです。あ、トリッピーです。よろしくお願いします。いきなりカメラを回ってみる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は一勝ごとにこれを回していただけるっていう3人リーグ戦なんで、2勝するとおのずと優勝となりますね。1パックじゃなくてこれボックスなんですか？ボックスです。カズレのカレリアスリーブっていうのに10万円ぐらいのカードが挟まってます。え、マジですか？10万円はい、ゲットして今日売ったら税金支払いに回せるかもしれないですよ。カレリア2チャンネルっていう新しいポケカの専門チャンネルで流させてもらう動画にもなるんですけど、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すごいガチデッキ持ってきそうなイメージですよね。この日のために作ってきました、私もデッキ。昨日練習重ねて4戦4勝しました。おお、すごい。デッキパワー強いそうです。できればこれを当てて売って税金に回します。第1回ハレツーリーよっ。ハレツーリーグはさまざまなポケカ好きなゲストをお招きして総当たり戦で盛り上がっていく企画になります、はい、本日のゲストの皆さんご紹介いたします。トリッピーさん、青木カノさん、トンハッピーです。本日よろしくお願いいたします。ポケカは比較的始めたてなんですよね。11月から、去年の11月ね、はい、2ヶ月ぐらいです。はい、ポケカでも豪速球投げてくるんじゃないかな。投げれないです、投げれないです。モンスターボール、俺のモンスターボール。
そうですね、アイロナールのデッキをご紹介していただきましょう。ドダイトスデッキを、ドダイトスデッキの練習済みです。練習済み、使用してマジかよ。私が作ってきたのはアルセウスライチューです。おお、両方新しいカードですね、はい、そうです、全部ハレルヤさんで購入。ありがとうございますでは、ノマハッピー、今回持ってきたデッキ何でしょうか。カノンさんと似てるんですけど、北馬アルセウスです。あ、アルセウス多いわ、はい、めちゃくちゃ嫌い。対戦の順番をじゃんけんで、決めさせていただきたいと思います。総当たり戦ということですね。勝った方は最初お休み で、うん、で僕と一緒にね、対戦の盛り上げ実況を行っていただくという形になります。最初はグーじゃんけんぽい、イエーイ。アレックスリーグ記念すべき、はい、第1回目の対戦は青木かのんさん対トマハッピーになりました。今日は大丈夫できます。一昨日私はこのデッキ調整不足でボロ負けして泣きそうだったんですけど、昨日なんとか調整できましたので。そうですね、頑張ってください。これで私信じて大丈夫です。思って裏投げてる間に言ってください。せーの、裏。おー、出てた。ということで、じゃあトマピ先行いただきます。はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。第1回ハレツリーグ、青木かのん3対トマハッピー、対戦開始してください。お願いします。お願いします。じゃあ、はい、ドドン、クバガドレックス V です。メリープです。はい、じゃあ、はい、アルセウス V スターに進化します。特製スターバース、きた、 V スターパワー使います。はい、最初に使う山札から止まるカードを2枚ダイガイスト。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、もうすごいですね。300点くらい出ますね。280点。負けました。はい、ということで、最後から取りきました。トマハッピーの勝利です。おめでとうございます。お昼いただきました。牛タン、とろろ、麦飯、ネギシ、すごい、ありがとうございます。ごちそうさまです。一緒にポケカしてお昼食べるとハッピーです、うん、ハッピーですね。ご飯食べ終わったので後半戦に行きたいと思います。対戦の準備整ってますね。はい、はい、よろしくお願いします。この2人の対戦盛り上がりそうだね。最初はグーじゃんけん、はい、よし、じゃあ先行もらいます。はい、アイツリーグ、青木かのん選手対トリッピー選手、対戦開始してください。よろしくお願いします。せーの、決めて決めた、ナイトル、ナイチュー V ということで、このターンに種ポケモン出せないとポケモン全滅するパターンあるから。待って、今日大丈夫ですか、この両者に。ちょっと待ってちょっと待って、エンタメになりますか。本当にごめんなさい。挽回します。ああああマジですか。ダイナミックスパークで負けました。さあ、種ポケモンいなくなってしまいました。はい、勝者青木かのん選手です。おめでとうございます。結果発表、優勝はトマハッピーです。おめでとうございます。ありがとうございます。2位は1勝の青木かのんさんです。おめでとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。2勝のトマハッピーが2回ルーレット回して、1勝の青木さんが1回回していただくという形になります。回させていただきます。はい、はい、青木かのんさん、お願いします。来た、いけ、はい、はい、結構回ってます。お願い、ドルルルル、これ楽しいな。え、やばいやばい。1回打ち合いほしい。おっ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 、やばいやばいやばい、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 バトレックス、やばい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 。こちらですね、ハクババトレックス VMAX の SA 版ということで、やった、ありがとうございます。ありがとうございます。第1回ハレツリーグご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ちょっと社長様にご相談があるんですけど、はい、これからですね、あの毎日ハレツの宣伝をしますので、はい、怪力リザードをください。怪力リザード、はい、あ、僕もします。怪力リザードならします。拡散力だったらある自負があります。いや、確かにめっちゃあるんですよね、2人とも。これもじゃあちょっとビジネスのお話なんでね、また別でさせていただいて。いや、これボケなんで、ただ突っ込んでくるんですよ。いやいやいや、私は真面目です。真面目に。ということで、今日はですね、青木かのん初めてポケモンカードの大会でプロのプレイヤーたちと勝負するという一日を過ごしていったんですけども、いかがだったでしょうか。まさかですね、一勝できるとは思ってなかったんですよ。あのトリッピーさんですよ、ポケモンカード界の大人気 YouTuber トリッピーさんにまさか勝てると思ってなかったんで、自分でびっくりしてます。しかもこれですよ、買取金額19,000円。1万9000円の買取ってことは販売価格、全然別に売らない絶対売らない。松本さん絶対売らないです、これ。本当ですか。売らないです、絶対売らない。ちゃんと税金の写真売れてるんじゃないですか。
ちょっと皆さんがいる前で言わないでください。ちょっと税金もダメ。これからもですね、ポケモンカード少しずつ頑張って目指せ世界大会優勝。こんな私を応援してくださる方はぜひグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらも画面下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。